おはようございます。おはようございます。本日は、はい、長距離ドライブです。はい。ということで、うん、現在、旭川市におります。はい。旭川だからもう北海道の真ん中ぐらい。そうだね。うん、ほぼほぼ真ん中ぐらいの場所にいるんですけど、はい、今日はそこから函館まで、うん、一気に、一日で。一番下までね。そう。一番左下まで行っちゃおうと思ってます。はい。で、旭川市から函館までは、うんうん、下道で7時間。7時間？うん。7？ 7。7時間。かかるね。かかります、うん。やばいよね。何キロぐらいあるんだろう？ね、ちょっと道にもよるんだけど、うんうんうん、約360キロ。360？ うん。あります。で、まあもちろんね、全部下道で行こうと思ってるので、うんうんうん、今日は7時間360キロ制覇の旅ということで、はい、やっていきたいと思います。はい、道の駅のスタンプラリーを今年も集めているので、はい、こちらです。それをね、はい、寄れるところがあれば寄って集めていきながら、うんうんうん、ゆっくりと進んでいきたいと思います。はい、というわけで、はい、過酷なドライブ旅が過酷ですね。始まります。はい、頑張りましょう。はい、交代しながら、うん、安全運転でね。そうだね。はい、向かっていきたいと思います。はい。で、うん、まず早速今は旭川の道の駅にいるので、はい、そこのスタンプをね押していきたいと思います。はい。デジタルスタンプラリー、うん、道レポもやっていきます。今現在、うん、スタンプ集まっているのが、うんうん、なんか半端ですね。そうですね。まばらに。本当なんか。前ね、オロロンライン行ったところだったり、うん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 、あとこれは紋別だ、そうだそうだ、行った時に撮ったり、うん、シュート半端に集まっちゃってる感じなんだよね、はい、今ね。で、旭川、うん、押していきます。ゲットです。はい、よし、これもね、うん、このスタンプブックと同時に集めていけたらと思ってます。はい、忙しいね。忙しいのよ。そう。頑張ろう。うん。いろいろ大変ですけども。はい。ちゃっちゃっちゃっと行ってしまいましょう。ちゃっちゃっちゃっと。はい、行ってきまーす。本日、一箇所目。一箇所目です。オッケー。ゲットー。よし、じゃあ。はい。行きますか。行きましょうか。はい。道の駅。ぴったり、10時。あ、10時ぴったりだ。うん。道の駅旭川を出発したいと思います。よーし。さあ、どんだけかかるのかな。今日はでも天気がいいのが。確かに。大救い。大救い。聞いたことがありません。大好きです。嬉しい。天気のいいドライブは好きなので。いや、わかる。天気ってさ、ドライブにおいてめちゃくちゃ大事だから、ね。いや、大事だね、うん。嬉しい。今日はどんなドライブ旅になるでしょうか。何も考えずに来たから。そうだね。うん、その予定を立てずに、あえて。無計画ドライブですね。そうね。行き方がね、地味に3種類ぐらいありまして。ね、札幌の、そうだ。ど真ん町経由で行く。ど真ん町経由で。道と、うん。あと下の方、うん、千歳を通っていく道、ほう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 、っていうのと、うん、上の方の道はね、うん、小樽通る道だった。あ、そうなんだ。そう。あ、じゃあ結構上行くんだ、それは。そうそうそう。上、真ん中、下、みたいな感じで。ね、うんうん、3本のね、うん、種類があったね。あ、これ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 。日の出に、あ、日の出だ。イスカンダー。あれですよ。ワンコインランチ。ね、うん。激安ランチのお店。あれ美味しかったよね。あれ美味しかった、本当に。コスパ最強のワンコインランチ。ねー。次に、深川の道の駅が出てくるんだけど、うん、それは前回っていうか、あの前に行ってるから、うんうんうん、素通りして、うん、もっとね、先進んでったら、うん、滝川の道の駅があるので、はいはい、次はそこを目指していきましょう。オッケー。この辺はね、菜の花畑がめっちゃ綺麗なんだよね。そうだね。あれは5月とか6月
うん、5月ぐらいじゃないかな。ね、滝川市。おう。おう。そう、これさ、今、あの看板にもあったけどさ、うん、滝川市ってなんか、グライダーなんて言うんだっけ、グライダー、うん、なんかあのさ、パラ、あ、違う。違う。あの、簡易的なさ、飛行機みたいなさ。飛行機の絵だった。あ、そうそう、飛行機の絵だったでしょ。空港ないのにって思ってた。そう。なんで？あれはね、飛行機ではないんだよね。飛行機の絵ではなくて、ちょっとグライダーで合ってるからちょっと定かではないんだけども。頭出るやつ？いや、頭は出ない。出ない。頭で出るとか模限じゃないそれ。え、そういうのあるじゃん。あるっけ？あれ、魔女の宅急便でさ、トンボが乗ってるやつ。うん、違う？より詳しくない。え、嘘、わかんないの？滝川はね、グライダーの街というか、グライダーできるんだよ。え、飛んでるのあんまり見たことない、ね。確かに。でもなんかスカイパークみたいな、そういうその、やる場所、あるのがあって、なんか体験もできるらしいよ。乗れる、実際に。あった。これだ。滝川。着きました。いいよ。はい、道レポやっていきます。これだ、それだ、それだ、それだ。グランデ、グレンデ、ゲレンデ、なんだっけ。グライダー、グライダー。暑っ。めちゃくちゃ天気いいよ。めっちゃ天気いいね。雲一つない青空です。あ、これじゃない？あ、これだ。あ、これこれこれ。え、すごい、細っ。すごいね。 OK、 本日2箇所目ゲットです。ちょっと中見てみます。なんか美味しそうなのあるよこれ。スープカレーポテト、なんかさ、あのジャガビーみたいな見た目してるけど、どうだろう。うん、えっぽいね。しかもね、太いんだ。なんか安くなってない多分これ。2袋で100円。めっちゃ安い。ちょっと買ってみるか。在庫限りだって。あ、嘘。めっちゃあるけどまだ。すぐ買っちゃうんだよね、道の駅ってね。ね、道の駅ね。うん。よし。行きますね。札幌方面左側って書いてますね。はーい。左に行きまーす。選手交代です。選手交代早くない？1時間で変わってたらさすごい変わることになるけどね。ちょこちょこ変わってさ、まあね、うん、気分を変えてね、うんうん、これ食べちゃうかな。いいじゃん。スープカレーポテト美味しそうだね。うん、美味しそう。え、滝川のやつだわ。ちゃんと、そうなの？ちゃんとっていうか、うん、札幌なのかと思った。思ったよね。見た目めっちゃジャガビー。あ、美味しそう。うまい。いただきます。うまくない？カレーが濃いちゃんとカレー味だね、うん、おいしい。おいしいね、うん、ジャガビーのもうちょっと食感を強めにした感じ、うん、結構ガリガリ固めにした感じ、ね、うん、固めだね、うん、ジャガビーの食感って結構絶妙だよね。確かに。あれって大変なんじゃない？真似できない、うん、真似しようとしてないと思うけどそもそもね、うん、ドライブ中ってこういうの必須だよね、うん、つまみたいよね。ね、Every time I see your face, I'm losing track of time and space. I don't know where I am. It's like I'm wasted, and I won't waste it. And I promise that I will stand by you forever. わ、懐かしい。なんだっけ？薄子姉さん。薄子姉さん。なんかいたよね。クセ強キャラクターです。これ絶対入り口にいるよ。あ、いるね。うん、いるね。本日3カ所目。3カ所目。道の駅鶴沼です。いました。やっぱいるんだよね。息子姉さんいた。息子姉さんで。あのさ、あれだから、うん、こういうのチェックしていてね。あ、オッケー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 。こういう
サービス。クーポンね。うん、オッケー。つる沼はないね。使い忘れたら泣くからね。ね、泣くよね。うん、というわけで、はい、今つる沼押したんですけど、うん、次がこの275月型。なんとここは3日前ぐらいにオープンしたばかり。うん、ここなかったんだよね、何もね。なかったね。うんうん、混んでるかな、さすがに。混んでそう。出来たてほやほやだから、ちょっと混んでるかもしれない。ね、マニアが。ね。いるんじゃない？ほら、すごいよ、車。おお、すごいよ、こんなにこっちから。え、どうしよう。めっちゃ混んでるよ。とか止めれないとかあるの？すごい。え、なんかいいことあんのかな？いいこと。すぐお得をさ、考えなくていいから。これ？あ、うん。これだ。おお。あ、本当に、もう月形温泉、ゆりかご。温泉もオープンだって。あ、温泉も新しくできたの？ね、新しくなったのかもね。あ、そうなのか。道の駅はどれだろうか。これじゃない？ゆりかご。ゆりかご。まんまるハート、月形町。おお。すごい人。ね、すごいね、うん。本当に満車で車を止めるのに時間がかかりました。ね、すごいね。やっぱオープンしたては。うん、温泉もあるし、うん、なんか大きい公園みたいな、うんうん、快楽公園っていうのもあったりで、うん、なんか道の駅以外にもこういろいろあるみたい。9月1日オープン。へえー。お275予備が、予備のページが何ページかあるから。お、レアですよ。記念すべき。なんかまださ、建物新しい匂いしない？ねえ、それそうです。2日前にオープンだから、ね、はい、ゲット。すごい混んでたね。混んでたね。ちょっとね、道の駅の中は撮影ができなかったんですけど、うん、いくつかお写真は撮ってきたので、うん、写真は OK ということだったので、うん、はい、そちらでご紹介します、うん、なんか多分売りは、うん、トマトジュース、うん、月形町のね、うんうんうん、月形産トマトなんだろうね、それが ね、いっぱい売ってたし、うん、あれ結構買って、うん、ね、買ってたよね、みんなね。月形アイスっていうのも売ってたり、うん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 、まあそのお店はちっちゃかったよね。うん。結構、こじんまりとした道の駅だなっていう感じ。うんうん、だから、温泉の売店みたいな感じだよね。規模的に。そんな感じだ。うん。温泉のフロントみたいなのがあって、うんうん、650円かな。で、一人入れるって書いてあったから、うん、そんな高くないなという印象。そうだね。で、レストランがあるんですけど、うん、今日は定休日でやってなくて、うん、普通のご飯とかもありそうだったし、うんうん、ポテトとかそういうのもあったし、うんうんうん、ソフトクリームもあるのかな。そうだね。いろいろ売ってそうなレストランがありました。うん、次に通るのが、うん、東別の道の駅かな、うんうんうん。そこまで30-40分ぐらい。そうだね、そんぐらい。かかるので、うん、そこ取って、で東別取ったら多分もうしばらくないんだよね。そうだね。とりあえずガーッと進んで。うん、でまあ、その間にね、ご飯食べれたらいいなとは思ってるんですけど、もうね12時40分、そう、うん、結構経ったので、うんうん、お腹も空いてきたんですけど、そうだね、ちょっとなんか気になるところがあったら寄ってみたいと思います、うん、そうしよう。え、これ、うん、スカバト、スカバト製麺所、やばくない？行列がすごすぎる。すごいね。すっめっちゃ行列。もう歩道に出ちゃってるもん。すごい。すごいわ。本当に大人気だね、あそこね。うん。かばと町というところにある、かばと製麺所っていううどん屋さん。うん。なんだけど、うちは一回動画でね、うんうん。出してるんだけど、すごいね。やっぱね。うちら行った時よりめっちゃ並んでるじゃん。すごい。何やってんの？何やってんの？なんか無我夢中に進みすぎて、東別の道の駅を通り越してました。置いてきちゃった。置いてきちゃったね。うん、なので、まあ、とりあえず、スルーで、うん、お昼ご飯を食べに行きたいと思います。いつか撮りましょう、また。いつか撮ろう。
で今が江別にいるんですけど、うん、江別の蔦屋書店に行って、うん、その中に札幌の有名な担々麺屋さん、うんうん、175? そうそうそう、175っていう名前なのかな、っていうのかな、うんうん、っていう担々麺屋さんがあるので、うん、そこでお昼を食べたいと思います。はい、結構有名なお店なのに行ったことないもんね。ないね、うん、札幌には何店舗もあるよね、うんうんうん、それくらい有名。まだ半分も来てないってこと？うん、現在は13時30分。まだ札幌の手前ですからね、言うて3分の1だね、うん、3分の1ぐらいなところで寄り道するとよね、どうしても時間かかっちゃうね、うん、かかるよね。到着。汁なし、汁ありみたいな感じじゃない？なるほどね。え、リサ汁あり？あ、じゃなし？リサ汁なりにするわ。あ、なにそれ？汁なり。いただきます。いただきます。超美味しそう。食べてな。いいんですか？いいよ。いい匂い。わ、結構麺あるよ、こっちも。多そうだね。うん。うん、うまっ。辛い？うん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 。しびれる？お、結構しびれはある。うん、おいしい。うん。うまっ。あ、もうそれはぐちゃぐちゃにして食べるやつだもん ね。おぉ、わぁ、ラー油がすごくない？うわぁ、おいしそう。こっちは結構平たい麺。うん、そうだね。取るのに苦戦してます。絡まっちゃってる。どうしよう。本当だね、食べれないよ。どうしよう。一生混ぜてんだけど。どうしよう。うまい。うん、なんか美味しい。美味しい。うん、辛さは全然、うん、辛い辛い辛い、うん、マジで。あ、美味しいね。うん、ほんと花椒がすごい。うん、すごいよね。あ、これで1位でしょ。だって1位、おすすめみたいなやつにした。本格担々麺みたいな感じで、うんうんうん、担々麺ってさ、お米だよね。ついつい頼んでしまいますよね。頼んだよね。でもっとしびらしたいかも。汁なしの方がガツッと味くるよね。うん、確かに辛み、辛みつくんじゃない？うん、あー、美味しい。美味しい。癖になる系の味だからさ、わかる。なんかこう、また来たくなる感じあるか。定期的にね、食べたくなりそうだね。うん、これから運転ですから、また眠さを飛ばしてください。辛さで、辛さで飛んだけど、うん、血糖値上がって眠くなる。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。美味しかったね。うん、美味しかった。今でも舌がビリビリしてる。お、結構だね。うん、お腹もね、いっぱいになりましたので、うん、引き続き進んでいきましょうか。はい、というわけで今はこの辺にいるんですけど、うん、次の道の駅がね、なんとなんとこの坊陽中山っていうところ、うんうん、札幌市をも越えてその後出てくる中山峠にある道の駅なんですけど、一応行ってるんだよね、もうね、赤くなってるから、うん、行ってるんだけど、まあ、とりあえずここはどっちにしろ通るから、うんうん、この中山峠を目指して進みましょうか。はい、現在地から中山峠まで1時間半、うん、61キロ。1時間半、うん、1時間半行ってもさ、うん、まだここなの？今日の目的地はまだここまでだよ。この辺りは定山系温泉だね。うん、定山系温泉。温泉街だ。なんか温泉街行きたいね。行きたい。
people have written books, some have a great look. よいしょ。covers the magazines for kids who are 17. But I don't know what to do. 中山峠着きました。羊蹄山。めっちゃ綺麗に見える。中間ぐらいまで来れたかな。うん、そうやね。ここはもうスタンプも全部押してあるんですけど、うん、景色が綺麗なので寄り道です。休憩しましょう。うん、ルシチ着きました。道の駅です。この後ね、うん、洞爺湖の方に向かって進むんですけど、はい、道の駅洞爺湖と、うん、道の駅豊浦っていうところがちょうどこう通る道にあったので、うん、行きたかったんですけど、うん、5時までとか5時半か5時か、うん、で閉まっちゃって、はい、もうね過ぎちゃったんで、はい、今日のところはスタンプはここまでにしたいと思います、うん、はい、なので、うん、あとはもうどこにも寄らず、うん、道の駅七色七重まで、うんうんうん、一気に南下していきたいと思います。はい、道の駅七色七重までは152キロ、うん、2時間42分。あ、まあ、でもでもなんか近く感じてきた。ほんと3時間近いに、うんうん、で現在が17時55分なので、うん、出発してから8時間経過してます。もうそんな経ってる。海沿いだね。本当だ、海沿いだ。ここからは ほぼほぼ海沿いだ。残りも頑張りましょう。はい。というわけで、はい、もうすっかりね、うん、夜になりました、はい、現在はおしゃまんべいというところまで来ました、はい、夜ご飯にしたいと思います。はい、昼も遅かったので、うんうん、そんなに超お腹空いたってわけじゃないんで、今日はコンビニでサクッと済ませたいと思います、はい、同じような。では煮すぎ全部違うね。全部違うね。ヘルシーに済ませていきたいと思います、はい、ヘルシーコースで。まあ、ちょっと寝かせてもらったりしちゃったり運転してました風ですけど、疲れたな。ちょっと私が運転してました。ちょっとは爆睡してました、うん、疲れた疲れた。運転のお礼に開けようか。あ、大丈夫ですね。おいしい。好きだねそれ。カニカマ美味しい。いつもカニ買ってるイメージ、うん、セブンイレブンの。痩せそうだね。うん。なんか今日疲れたしさ。わかる。なんかげっそりしちゃいそう。うん。あの今日ね、座ってるだけ。ほぼずーっと座ってるだけ。うん。一日の間。ほんと？うん。明日は多分二人とも痩せこけてると思う。ちょっと太ってる。車旅の恐ろしいところはそこなんだよね。運転疲れるのに。そう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 。それに見合ったカロリーが消費されない。よし、じゃあ夜ご飯も食べれたので、うん、残り1時間半、うん、頑張りたいと思います。はい、先ほど七重町に入りまして、うん、あと1キロほどで着くそうです。ここまで来たか。ついに終わりですよ。終わりが見えてきたね。22時ですよ。わお、ちょうど12時間だね。10時に出発して10時に着いたから。マジ12時間、すごい何も考えてなかったのにね。うん、着きました。着いた。よっしゃ、着きました。現在気温は 19.6 度でございます。めっちゃ快適。過ごしやすくなったよね。超快適じゃない。お疲れ様でした。お疲れ様でした。本当にアレルギーがひどくて、そうだそうだ、鼻水が止まらず、くしゃみも止まらず、リサあるある。
目が開かなくなってきました。約12時間の車旅、長っ、完走しました。なんか12時間もした気はしない。まあまあまあ、感覚的にね、ずっと運転してたわけじゃないからね。まあそっか、そうだね。北海道は広いです、うん、広いです、はい、北海道はめちゃくちゃ広いです。いです、はい、というわけで、はい、今日はね、もうこのまますぐ車中泊モードにして寝たいと思います。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。But no one would ever bet against us. If they saw us exchanging glances, I was too busy to fall in love. You were too busy to break my heart.